さあ、皆さん、こんにちは、のっつおでございます。ということで、今回も、えーガーデン・オブ・バンバンやっていきたいと思います。今回ね、3なんですけども、まあ、前回ね、2やった時に、3も買っていたよということで、3もやっていこうかな、というふうに思います。でね、またこの壁紙に増えてんだよな、ここな <laughs>。なんだ、このカンガム、きのカンガル。で、ナブナムも相変わらず端っこの方にいるんですよね。前回から、まあ、登場したんですけど、 この、なんか、ナメクジ、んカタツムリセリーヌなんだっけなんだっけなんか、いやハリョーって言ってくるカタツムリ。で、ナムナムはなんか、最初追っかけてきたんですよね。で結局、最初が登場してるんだけど、このオレンジ色のがね、登場してないんですが、3のこの、この何サムネみたいなのは、こ、こいつなんですよ。だから多分こいつが出てくると思うんだよね。 ちょっと楽しみなんですよね。ということで、やっていきましょう。ニューゲーム。うえ、来て来て。うわ、うわ、うわ、うわ。うわ、どうせこれクリックしたら時間が進みますよ、みたいな話でしょう。オッケーオッケー。はい。はい。ショート、ショートね。はい。机がどんどん、暗くなっていきますよ。うー、なんか、絵描かれてる。すげなんかあの、元気元気飲んだみたいな。 ウィッヘイあ、おう、おう。OK? ボードシフト、ああ、ま、スプリント。カンガールー早速、うんトゥー、オビラバード。ちょっとこれ翻訳するか。んちょっと翻訳機の、<laughs> 翻訳機。 出してなかったなぁ <laughs>。別にそんな久しぶりってわけでもねえのに。なんで俺、翻訳機能忘れとったんや。えーっと、右から行くわ。バウン、セリア女王が語る好きなだけ飛び込んでください。ただし決して結論出さないでください。えー、左ね。いたずらな人たちが言う、参加したくならない宿題を終わらせていい子にしてください。意味がわからん。だから女王らしい、この人は。 女王らしい。なにこれ清介。清介。スケキ介。<laughs> キス,ケキヨスケ、なんかスーパーに上がったっけ情報、清クあ、清介清クってお前あのコンビ、コンビじゃねえの起きた、アナウンス。バンバンやろ。来てくれて嬉しいです。で<も>どうやってやったのかわからないが巨大な高層ビルから生き延びたクラッシュだから驚くことではないと思う。 また頭を殴ったことを再度お詫びします。実際これが私たちが直接会うべきではないと私は考える理由です。どういうわけか私は暴力的な本能に陥りやすく、二度とそれに屈しない自信がないのです。ああ、人みたいに殴りたくなるんだ。どういうわけか私は暴力的な本能に陥りやすく、またそれに、私は間室に閉じこもっています。そうすればあなたに危険を及ぼすことなく助けることができます。 私たちは現在、すべてがうまくいかなくなる前に活動を続けるために最下層にいます。ちょっと読めんかった。あなたの子供たちはどこに預けられているか正確にはわかりませんが、知ってる人を知っています。水中セクターへ向かってください。そこが彼の居こです。水中セクターフィールド44ホー,ールド何リモコン用の電池を2個探す ああ、これはいいで、まあ、アクションするってことやな。こいつ、毎回使えないのか。ああ、またテーブルあるやん。うわ、カス、カスタマ、カスタマ、あ、あ、あ、待って。あ、これか。ちょ、今回カスタマイズしてみよっか。ドローンちゃんね。そっかそっか。前回引き続きだけど、こっちにありそうやね。あーって。これで、復活。あ、メモがあるね。 もメモ取るの怖いんだよね。その、さっき言ってたバンバンに襲われたからね。えー、自分え、私はいつも自分が不不運な人間だと分かっていましたが、これは新しい基準です。賑やかなフロア出て洗面所へ行き、戻ると誰も赤と、後方もなく、もなくな、えー、なく、いなくなっていた。巨大な鳥が歩き回っていなければ、平和だっただ、平和だっただろう。もうこれ以上静かにしていられないと思う。 息がひどく荒くなってきた。ところで、鳥は囲いの外では何をしているのでしょうか予定より遅れていたので、背の低い紫色の生き物だけを披露しているなと思っていました。これが私の最後になるとは想像もしていませんでした。紫の小さな生き物さっきからピコ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 出てたけど、もう全然もうちょっと反応できなかったな。お前が反応してくれたおかげでここ開けられるようになるってことやな。いや、これ押されてんのか ま、一回押してみるか。突撃。あ、きん。で、もう一回初期位置に戻して、打ちかますと。これ何なんだろうね。これは、これは何いわひやえー、進歩えー、右、左からね、左上から進歩的セクターで、右、医療分野セクターかな。で、 えー、左下が地上セクター、右下が樹木水生部員やセクター。あ、ここに結局行かないといけないいわゆるはや今ここにいますよってことやんね。多分。あなたはここに今ここにいますよってことやん。なるほど。ううわ。来てもうたな、これ。おいやまたアナウンス来たわ。 ケーブルカーに乗るにはキーカードが必要だと今気づいた。見つけるのはそれほど難しくないはずです。文字通り誰もがコピーを持っていました駅から駅へと移動するに使われていました。ああ。カードキーみたいなのが存在すると。なにこれクレヨンクレヨンえ、なにこれえ,え、ナブナブと違う。黒色のナブナブだ。で、これバンバ、バンバリーナ。 ま俺はキャッシーって呼んでんだけど、バンバリーナ同様に、バンバンのメス個体みたいな感じで、リボンがついてん。だから、ナブナムのメス個体なんだ。これ、ちょっと、このナブナムをこれを、なんかあれなんだよね。バンバンと一緒にこの、なんかついてんだよね。実はこいつも、誕生日なんちゃうか。俺こいつって、えー、前回なんかもう、あの、生きてなかったよね。<laughs> 生きてなかったやつだよね。なんからズボン履いてるわ。 で、こいつはまだできてないんだよね。前回から登場してるんだけど。たぶん、まあ、こいつは出てくるやろ。で、また襲われるのかなお前の名前はナブナリーナ。ナブナリーナ。お、お、お、お。これ、で元気元気の音炭。えぇ、はえ、こう見ると <laughs>。かわいいな。なんかクレヨン取れるか取るか。ラビット。 これはあれか、ラングたら保安官ですかリビット。リビット。おどうすんだろう。あ、なんかある。なんか書いてあるな、これ。なんか襲われたりすんのかな広いんだよね。お、えーっと、 カニさえのお知らせでシフト終了前、厳重なチェックが必要です。奇妙なものはマークされた穴に落とされます。あ、間違えた。あ、カードキーにあ、クレヨンかこれ。さっき拾ったやつだな。ここにぶち込むってことお。おおこれ何個拾ったっけもう覚えてねえや。まだ足りないよね。 リンゴみたいなのもあるらしいよ。リンゴ、う、あ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 、オピラーバードだ。誰が書いたんだかわいいじゃん。かわいいじゃん。こっちはあ、こいつらのエリアですよってことかな。うわ、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 う俺を苦しめてきたやつね。あのりょの人ね。あのりょの人めちゃくちゃスピード速いからね。 あー、前回ね、これ <laughs>。あの、射光器昇降器の下敷きになって死んだかと思われていたけど、最後の方で出てきて生きてたっていう。んチャイル、チャイル、チャイルドクレアがここにいたクレアって何クレアって誰だうーわ、なぶ、なんか、なんか泣いてる泣いてるな。 泣いてるなんでお前泣くの寂しいって言ってる <laughs>。寂しすぎるのかよ。自分で描いた絵ってことやべ、リンゴが見当たらんねえ。リンゴはさすがに落ちてねえか。ま、とりあえず、拾ったクレヨン全部、打ちかますか。緑。黄色、黄色、緑。緑、緑。

あっどういうこと <laughs> なんだその何々をけ結果待ちって何をされるんだ今うんクリアしましたよって 異常は検出されませんでした。キーカードを配布します。あ、出てきた。あ、紫の。なんか、カードデザイン変わんなかった、これ。キーカードの。キーカード、なんかリンゴはリンゴ。なんか青いのいるな。あ、なんかいるいる <laughs> いるな。泣いてる。なんか見てんな、こっち。 ま、前回お前何したか覚えてんのか俺。俺になんかし、なんかしたよなお前な。この、今この状況もあれだよね。バンバンが見てんだよな。にど、なんかお前、また、またお前ひょっこりはんがよ、お前。また追っかけてくんのかなこいつ。おーあ、でもこう見ると、かわいい、ね。どこまで近づいてるお前に帰んの え、結構大丈夫。ノワオン。あ、そんな釣れないな、お前。俺そっから行けないんだから。え、カードキーゲットしたけど、あ、そこは、違うもんね。あテープはまだゲットしてないよな。あ、ここか。ここに、ここを移動できるやつってことやな。 正面に行くと、このメディカルなんたらセクターに行くってことか。ちょっと行ってみるうーお意外に早い。うわ、暗っ。怖っ。どんどんどん離れていってる。今これ多分メディカルセクターに行くんちゃうメディカルセクターなんかあそことかちょっと光り輝いてんとしかもこれ。 俺サイズ用のさ、医療じゃん。他のやつみんなでかいよ。あ。あ、ここ、でも来れないよな。あ、なんか減る。<laughs> なんか俺、あれ、ドローンに装備できんだよな。あ。ここ行けないのか。ん照明あ、このルートってことか。ってことは、こっちに行くと こっち向きで、右だから、こ,こ、こっちがメディカルか。あ、間違えた。これ押しとかがわか,かんないよな。OK、あおげ。青。ドローンは一緒についてきてくれないんだよねリセット。リセットかまして。この移動なかなか退屈やなちなみに落ちたら死ぬのかな。奈落の底。 どんどん下ってき、下ってきてんのに、まだまだそこがあるっていうのが、やばいよな。あ。あ、紙もあるうわぁ、またケース6だ。えぇ、ー、ゲノム人トギバニウムえー ケース6の反抗的な行動は、ケース7の導入後も変わらなかったため、動力を促すための代替方法が経営陣によって承認されました。そのような方法の一つは、脳機能を司るタイプ5のケース2の自己試行機能を低下させるように設計された。新しく改良された、なギ,ギバニウムソリューションの導入でした。 この新しく改良されたギーバニウム溶液は二度と適用されることはなく、余分な材料は全て保管されます。強い鎮静状態の元、新しいソリュージョンがケースの体内に注入されました。その直後ケース6は腹部を抑えながら膝をつくほどの激しい腹痛を経験したようで、その後大きな身体的変化が起こりました。ソリュージョンは自己思考を を制限するのに非常に効果的だったためケース6は私たちが必死に先き落している原始的な本能の犠牲になったようですケースはまだ発表の準備ができていませんケースんなんかわからんもわ <laughs> からん <laughs> そういろいろ言われてももう,もう俺にはもうさっぱりわからんあれここに来る,るわけでもないのかってことはここか正面だな なん,かすなんか水がどうのこうのって言ってたよな。全部回ることになるんだろうけどな。これで向こう行ったら最初の場所に戻っちゃうんだよ。今んとこ何もないよな。まあ、ナブナブにあったって感じやけど。俺、紫のカードキーゲットしただけやろな。あ、ここか。おお もう早速いそうじゃねえの。ここ押しとかなくあんのか。さっきのとこ押したっけこれ。お、お、お、なになになに黄色のガラスが割れやすい素材でおもちゃを直接。なるほどね。来たってことか。ああ。ええー、と。これなんかあったな。あ ここちょちょ奥、奥まで行けるこれなんか壁、壁越しには無理なんだよな壁これはあれ割れないじゃん。おう割れた割れて、あ、割れたから、ここに、ここの指示ができるようになったんじゃん。 あ、違う。あ、いたわ。にゃーん。あー、なるほど。ここ、ここか。ここ、ここ。で、奥か。いや、こっからでもがあったな。にゃーん、なるほど。で、ここや。これなんか前回あったな。OK? 終わったからなんだ終わったからなにこれ。入れんの入れたわ。お、カードキーゲット。オレンジ色の。あ、書類ないこれなんか、ちょっと気になるんだけど、あのオレンジのこいついんのかな一番最初っから俺は、ちょっとあの、気になってたんですよね。うわ、ラブナブ、ラブリーなソンがあるね。 あ,あこっち行けないのか。あ、黄色いやつだ。開くんだ、これ。あ,あそれはいいとして、これだナブ。ナブナリーナだよ、ナブナリーナ。誰にでもぴったりの人がいます。探すだけです。あの、あれかな。男の子、探してますよ、みたいな。お前、ナブナブと付き合えばいいじゃん。見た目一緒なんだから。 これ何んああオーディオテープとはまた違うんだ。おまた手紙あるな、これ。うわ、またケース13だ、今度は。えーっと、これまでのほとんどの除霊と同様にケース13もようやくベッドと脳の。 活動の兆候を示し始めており、実際の検査が間もなく可能になることを意味します。これまでの全てのケースでは、GV と遺伝子を最初に混合して、体内に導入すると、2、3週間の休眠状態が観測されています。ケース13はこの点で異常です。ケース13の体は予想通り休眠状態になってからまだ1日しか経ってないのに、すでに神経活動が観測されています。これは新しいことです。 えー、提案されている理論では、この現象は、ケース126でのテスト後に使用されるギバニウムソリューションに適用された変更の直接的な結果であり、最大の学習速度が可能になります。何を言うとんねん。123って急に飛びすぎやろ、もう。まあ、なんかもうね、英語だからね、もう全然頭に入ってこんのよね <laughs> あ。あ、でも俺カスタマイズしようぜ。 とって書いてあるんだよね。あ、あ、これ帽子か。あ、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 これでいいじゃん。あ、コン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 したんどんな姿になったのピンク色になったの何あ、これなんか縁側がピンク色になったわ。オッケー。えー、っと、まずこの青いのは入れないから、これか。 扉でけえな。しても。下ってくのか。うおい。え、めっちゃ下がってくやん。どれぐらいのやつなのかな大将な。うおいいよいよいお,いおいうおうっでっけえ。 か、こいつ。クラゲなんだよな。今まで会ってきたやつの中で一番でかいんじゃない緑のも相当でかかったけどね。これは触れるあ。触れないのなんかどっかにテープ落ちてたりとかさ <laughs>、あるんじゃん、これ。なんか黒いの。なれ、黒いの。 うすげーでかくて怖い。もしこんなのが海にいたと思ったらもう、飛び出るな。円玉飛び出るな、これ。あ、こっちが目か。出んのかなどうやってこいつ移動すんだ穴開くのか意外に変幻自在だったりするのかな うわ、でも、あえてよかったな。寝てるみたいだけど。んコミュニケーション気をスク。コミュニケーション気をスク。あ、ドローンぶつけるとか。あ、関係ないのか。起きないのかな あれら,らら。いや。なんかやれみたいな。ああどういうことたわれってことんなんか白いのがなったな。なんか、ん えどうすんの積んでる積んだえコミュニケーションキオスク？意味わからんな何をすんのこれ。 なんでドローンこうやんのあいつ。え、やべえ、どうしよう。ど、何をすればいいんだろう。一本一本撫でてく。あ,あでか。よー、ど、え、ちょっと待って、ね、え、積んだ。 積ん、積んだくせえ。つんだのかい,い起きろよ。あ、ここでなんかするとか。あ下のボタンあるわ。あ、なんか動けない。お、お、お、お面ともかい。待って。 君は大変な一日を過ごしていた。私が何たらどうたらこうたら。あなた,あなたは子供が書きかかえて、この惨めな場所から立ち去る瞬間を熱心に待っている。私もそう言える。あなたの努力を否定するつもりはありませんが、その瞬間は決して来ないのではないかと心配しています。それを起こさなきゃ、起こさてはいけない。そして私を何たら、ちょっともう全然読み取れないんだけど。 まだできるうちに、えー、この場所離れなさい。記憶は消しやすさありなさい。前に進み、この出来事忘れなさい。どうのこうの。でもろをなんーたらどうたらこうたら。な、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 してんのな、な、な、してくれとんのなんかもう全然読み取れんしもうな何のこっちゃかわからんし、なんか浜辺みたいに来たし。うわ、こいつ前回いたじゃん。こいつも相当でかいよな、ね。てか、何してんこれ。どうしてんこれ。 夢を見てる。あ、上路だ。上路はいじめられてんだよな。で、これが不良だったような気がするな。ウェルカムトゥマようこそ私の家へってこと施設の暗くて冷たい奥深くでは、上級があなたに本来の性質から外れたことを強いる。 本来の進路から大きく外生だと感じたとき、あなたが私が瞑想しているのを見つけた部屋に行き、精神的に落ち着くようにする。この場所に来て私が戦っているものは、この,この痛みや苦しみを全てに値するものだと思いました。もちろん。これはどれも現実ではないが、現実ではありませんと言ってる。 私は実際に太陽光線が肌に触れたことがありません。想像できますかそしてついに太陽光線が肌に触れる日が来るのを待ち望んでいます。私は子供たちにそれを達,して達成してもらう必要がありますが、心配しないでください。私は最も安全な手順を実行します。大人たちに何をするかを決めるなら、生き残った子供たちが無事に地上に送り届けられるように、一人は必ず生かして正気を保つつもりだ。 そして、もちろん私が望む場所へ連れて行ってくれる。ああ、完全に頭のないクラゲのような、え、クラゲのように一日中エビをむしゃむしゃ食べて、仮面に食べられないようにするシンプルな生活を送りたい。<laughs> <laughs> 両親を持たないことがどれほど心を落ち着かせるかは、両親を持つまでは決してわからない。私はあなたの勇気を尊敬しているので、立ち去るチャンスを与えようと思います。 それを取れば命も子供に会う機会も失わずに進む。こいつは普通のクラゲにしなりたかったらしい。普通のクラゲのような生活。地下ってことはだいぶ奥底ってことか、これ。子供たちっていうのは何、何子供たちっていうのは何<ー>のバンバンたちってこと。なん、えー、だこれ 肝臓も、腸もありませんが、もっとも肝臓がない。もっと臓器が必要ですね。食べるものがない時は何を食べればいいんですか私、他の場所を探す必要があるようです。これ、バンバンなの凶暴化しかバンバンってことまた違う別の答えかな暴力的になりますって言ってたよね。暴力的になりますのはいいけど。 え、なになにわしの手が。え、なになにし、なにこれクラゲになっちゃうな、わし。あなになになにクリックして撃つ。なんか撃てる。<laughs> これ、前回来た場所じゃん。あ、カードキーみたいな。 8個の貝殻を、あ、移動がめちゃ早い,い。特殊な個体なのかな何をすんねん。ほら、またミニゲームしろってことか。視界が悪いな。うわ。うわうわ、これ。あ。あ、拾えるわけじゃない。あ、撃つってこと あ、そうだ、撃つんだ。なるほど。あ、最初はこの2択だもんね。3回目か4回目からむずいんだよ、俺。ほい。ナイス。なに、偏差っていうのはなんか、こう、あんまりこれ、ここ,ここ、ここ通りにいかないの、ね。ちょっと落ち,ちょ、ちょっと落ちてくよね。あ2ラウンド目。 前回やったやつをまたやらされるとは思わなかったしかも違う姿に違う姿になってさ OK! ちょっと上高めの方で狙った方がいいな高めの方を狙った方がいいな OK! しかもだから自分でこれ打つから前回の弾装填していくかどうのこうのっていうのはないなうギ もうちょっとこれ、竹山でもいいな。のげいこっちと向こうの距離がありすぎるんやね。あ、な、なにこれ <laughs> どの視点、誰の視点これ俺がクラゲなった視点夢か。夢の、夢のまた夢。OK! 下もこれ追加されてんだよな。こ、こ、こ。来た <laughs> う,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 うまい、うまい、うまい、うまい。一発クリアあれかも。まあ、前回やってっからねか。形はちょっと違うけど。同じとこに来るんじゃないよ。危ねえ <laughs> そろそろ下来るんちゃうこれ。 そうそう、下来るで、これ。なんか、3連じゃ、それ、ちょっと、表紙抜けないけど。いや、これミスったまた最初からやな。またどうせ、ここちゃうん。これは。うゃあははは来たー来た、来た、来た、来たー きょうあ、入る。おいー。なに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 ここは前回もあったかどな。どうすんなに <laughs> 夢から覚めてよ。こっち行けんのあ、空いてる。 お前らは仲間同士やからあ,あなたは新人ですね。隠れないと奴らが来ている。早奴らって何あいつ早いんだよな。カタツムリさん。<laughs> 目覚めたらそこは知らない世界でした。なんだうわ、なんか手みたいな樹木。知らん場所に、なんか10個集めろみたいな感じ。シェリフ・トードスターミッション。 保安官、トードスターが犯罪者を捕まえています。犯罪者10人を捕まえて商品を獲得しましょう。犯罪者とは一体誰のことを言うてんねん。で、これはあ、ここに捕まえるってことか。トードスターの監獄、犯罪者なら誰でも触れ上がる場所。これはあ、このバケツが犯罪者ってことだあ、なるほど。 こいつ10個捕まえようってことか。めちゃくちゃあるけど、ちょ、一旦こっち側うわっ。なんだこいつ、こいつ自身出てきてねえのよまだな。ロードスターターかなんだか知らねえけど。ちょっとこれ。ちょっと読めない。光の加減で。あか、がん読めないな。来た。光の軌道をたどり、光が現れたらその上にジャンプしましょう。光の軌道。 あ、い,いや何それ光の軌道がんあなんか音鳴るこれも一緒光の軌道をたぶん光があるたらその上にその上にジャンプしましょうおっ待て待てこれまたあれじゃんドローンのあれじゃん まそれはまあ後にしよっか。こいつらを捕まえろってことか。犯罪者。犯罪者なんや、こいつら。こいつら犯罪者。手紙とかありそうやな片っ端から犯罪者捕まえるけど。犯罪者じゃないやつもいいのかななんか押しちゃった。<laughs> ボス,ボスルームはちょっと彼は偉そうにしてるわけではないがん偉そう彼は偉そうではないがボスだボスあこれはこっからジャンプするってことこょちょちょ,ちょきついな。 やっくっシャンプー来た来たーあ、なんかある。お、お、カセットテープ来たカセットテープなんか見られる場所結構、多かったのに、今回ないな。とりあえず捕まえた奴ら全部ちょっとぶち込むか。何個捕まえたかもわからん。 えーと、何個いる ?123456789、あ、10個。構えた。お青いカードキーゲットしたぞ。青いカードキーゲットしたけど、関係ないのか。なんかこれやんないといけないのかなあ、あ、青いカードキーゲットして、ここか。 ラウンド1を開始するには、ボ、え、私を押してください。ボタンを押してくださいってことかな。私をって。なんでお前時間あこういうことこういうこと これで、クリアってことかな多分緑は、く、あれだよな。あ、ラウンド2ね。ちょ、走んないといけない、これな。こまめに走んないといけないな。あ。疑惑な判定っぽいけどな。これちょっとむずいぞ、これ。 戻んのなんで戻されんねんああー、ダメだったか。ちょ、ラウンド2をもう一回やるか。これ、ラウンド1クリアできなかったら、ラウンド2、ー。いとかいうのある。いや、これ、OK。 タイミングは関係ないんだよな。これ出るのちょっと遅いんだよな。お、来た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 。これでいいんかなんかよくわからんねんけど。あ、開いた。このステージはクリアって。カセットテープもゲットしたしな。あ、なるほど。あ、ここもあい、あ、 待って、カセトテープみたいな、いけるもしかして。あテレビ。見られないテレビ。見られるやつと見られないやつ、ちょちょちょ、もう邪魔邪魔邪魔。ここもなんか行くんかなこんなにたくさんあるのに見られるやつないんだ。なるほどね。それぞれな、ううわ、ここ空いてんだよな。 <laughs> ナブナブいるわ、ナブナブ。あなたが起こったことは、スティンガ・フリントのトリックの一つです。スティンガ・フリント。彼は進歩的な分野に去ったが、我々は今もっと重要なことに取り組まなければならないあ。彼は狩りをしており、この状態で何をするのは危険すぎる。我々は彼に対処しなければならない。ちょっともうなんか読め。 あ読め、読めんかったから、なんかもうよくわからん <laughs>。よくわからん <laughs>。ここに入んのか。くれよ。うーえ、なんか戻されたなおここ入るとあかんわ。やられる <laughs>。おそらく、黒い奴がいるんだよ。え何をすんの どうすんのここじゃないってことやんな。暗いから、もうどうしようもねえんだよな。だって、恐れだけっしょ。あ、でもここじゃないってことは、あー、わからん。違うとこ行くんかな。なんかさっきの説明でなんかあったんかもしんないな。 ちょっと探索してみるか。一旦戻ってみるとかね。テープ見るってのもあるか。これがこっち側にあるんだよね多分な。わからんもなんかこれどういう方向なのかがわからんここに書いておいてくれよな。え <laughs>、でも方向で違うのか。方向で違うのか。まさか襲われるとはな。 またか、また上から降ってくるやつやんけ、みたいな。ああ、ここだ。最初の、一番最初の。一番最初の場所だ。あ、テープ見るか。なんか取ったしね。あゲット何これカエルだ。カエルです。 まず、こういう実験的なことしてたってことあれとあ、あ、なん、なん何やってんなんのあれやったんや。ああ。ここでもないのか、まあ。なぶなぶそこにいたんよな に行くわけでもないのかどこ行くってわからん <laughs>。ちょっとあれか。もしかし、てあ、なんかカードキー、あれカードキーゲットしたっけ俺。あー、なんか、適当に行ってみるか。まだちょっとわ、わからんもんな。これ、正面に行くと、 正面行ったらこっちに着いたんだっけいや、わからんねよね、これ。しかもこれね、結構長いからさ。<laughs> この道中。<laughs> この道中長いからね。ああ、ここでもねえな。この緑の緑とか、このなんたらなんたらセクターってところじゃない。じゃあ、じゃあこの赤いところはなんかメディアなんたらセクターに行くんから、もしかしたら。 あれなんかボタンが青くなってる。ここかあ、いけるいける。なるほど。ここここなんだ、次は。なるほどねー。どうしよう。ああ、ここ。当選棒されてまんなうわ、なんだ うわ、カスタマイズどこでもあるな、これ。ほんまに。この GV っていうのがなんか、液体なんだよな。あ、ここは無理か。巻いてるなあそこしかないな。また暗いじゃーん。<laughs> 嫌な予感しかしねえ。ちょっと待って、もう少し探索しようぜ。あの、結構これメモとか、俺。 もしかしたらみ、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 あの、拾えてないかもしんないもんね、これね。メディカルセクターだもんな。まあ、怖い言うててもしゃあねえから行くしかねえがさっきの体験があるからな。なんかまた上から降ってきて。ナブナムだったらなんで食うねん、あいつ。寂しい言うとったよね。 なんで寂しいのに食うねん。あ <laughs>、寂しいから食ってくんねん。<laughs> 意味不明やろ。おーあお、のー、黒いのいる。あラブナリーナあ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、準備しない、準備しない、準備しない。ラブナムが逃げた時、道トラコを戦うんだら、ちょっともうまあ、 もちろん予備策と訓練だけでは限界があるので、より永続的な解決法を考えてなければなりません。ナブナリーナはその解決策でした。ナブナムが攻撃的になったのは孤独感のせいだと私たちは考えてました。手術中に倒れたため、この理論が正しいことを証明することはできなかった。そこであなたの出番です。あなたはその手術の最終段階をなんたらかんとらうんたらかんとら。 イマリウム関連の手術は非常に繊細なので、こちらの指示、あ,あ、ん、必要があります難しい部分はもうあります。適切な濃度で混ぜて、彼女に6回ほど注射する、注射。6回。シンボルがついた機械でそれを行います。時間になるという必要な濃度なの。もうちょっともう流れ。 分かりやすくするために濃度は色で表されています適切な濃度になるまで混ぜて注射器に集めてナブラリー内に渡してください、うん、はいはいはい、はい壁のボタンも時々故障することがありますその場合は点灯しているボタンをドローンで押します 部屋にある余分なギバニウムは何かが故障したり濃度を届ける必要が生じたりする。枯渇します。4つのうちどれかが完全に枯渇すると手順は停止し、次に何かが起こるかは決していいことではありません。太鼓の私たちだけがギバニウムテストを実施しましたが、私たちに選択肢があるの。ちょ、ままよ、読めないでござるよ。読ませる気ねえじゃん。あー、注射器。 かいか。ドローマンは呼び出るんだ、OK。あ、なるほど。持てんのは一つなのか。前回は注射器なんか持ったけど、簡単だったよね。優秀 <laughs> な医師は過剰なヒオニウムが完全に枯渇するのを防ぐ方法を知っています。必要になったらすぐに正しくえ合成された濃度の薬剤を被験者に注射,注射します。お証値にすべての電力供給元をグリーンに戻す。必要になったらすぐに壁のボタンを殴ります。 なるほど起きてるあ倒れたあ寝かしてええー、お前顔あるん顔あるんあこの電力供給がどうのこうのってちょっとやってみんとわからんなこれこれは 別にそう,いう赤と赤と赤と押してみるか。あ違う、ここ、ここ押すのか。あ何なに <laughs> あこれか。これを。あっ。注射。 ああ、そっか。ボタンを切り替えないといけないんだよな。ここか。いや、ここなのか。ボタンみたいなのを押すってことあんのこっちゃ。<laughs> 魔王青と青で。 赤と緑。青と緑。なるほどなぁ。えちょっと何をすんのやら。あーもうでも注射器入れるんかもしかして。ここに。あー ええ、ちょっとじょじょじょ、ジュ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 何をすんのなんかアクションできるわけでもねえんだよなぁ。えぇ、ー、<laughs> ちょっと本、重要なところ翻訳できてないから、おい。進んだんじゃん、俺もう。外に出られるわけじゃないもんね、今ね。 ここに液体みたいなの入っとんだよな。これは関係ないのか別に。ちょ、どうすんのこれ。<laughs> なんかボタンみたいなある。あ、ここ押すのか。あ、きた。青。青。ああ。 青、ああ、そっか。えー、っと。ボタンを押せるようにして。ケ、OK、ー。で、これもしかして切り替えるのか。これ全部青にしないといけないと。こういうことよくないよな。多分こいつ起怒りやすいんじゃう。 起きたでおいあでこれか青黄色できたで これは緑にしてなかったんやなうんーこれで合ってんのかなー OK あ黄色作る手順ってこと今度は赤 ああ、まだ押さないといけないのか。ああ、もう、これ忘れるわ。えー、っと、これ、変えんのか。あ、これ、変えれんのあお。えー、っと。 この手順肩こるねん、これ。このゲームするとな。こういう、なんかパソコン系のゲームすると肩がどうしようもなく痛くなってくる。んこれ青を作れってことやんな。今度は赤。 今度はまた落ちすのか。あおあお。え。終わり。またこっからか。ちょっともう一回ちゃんと読むか。これ。 必要になったらすぐに正しく混合サイドのを通りに被験者に注射します。工事、故障時にすべての電力供給え、え、電力供給業者グリーンに戻す。なるほどな。なるほどね。臨機応変にというか、やってけってことか。注射してなかったな、俺な。<laughs> 作るだけ作って。 まず、ここからスタートか。ちょ、もう一回やってみよう。まずは、メガさんとかんのか。襲ってきたもん、こいつな、急にな。水色は青と、緑か。あああ,あ取れるんだ。これで、収入か。あ、なるほど。で、 あそこにぶちかます。オッケー。これやってる間に行ってくれるよな。ケー、オッケー,ッケーこれ、これを緑に戻す。なるほど。襲ってくるタイミングはま時間切れってことやな。しかも俺何も注射しなかったもんな。<laughs> さっきなんかチェックマーク見て,て出てたし。チラッと見えたけど。 これめんどくないで、これ押すときにこいつ持っといたほうがいいな、注射。で、えっ、ー、と、緑は緑と緑、緑。OK。完了。OK。で、注入。で、ボタン、パンチ。行ってこい。あ、大丈夫。OK。大丈夫。 またあれか。まだあっちが壊れてんのか。緑緑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 。オッケー。あ、紫て紫て紫。え、紫はえっと赤とえ青。頼むよ。 ね、で、注入。で、ボタン押すか。別に押す必要はないのか。で、あ、次青か。あれは後でやるか。で、青と、青。いや、敵はいいんじゃさっきのに比べた敵はいいんじゃはい、注入。 これ直します直しますよっと OKOK ね赤も出てんなえー、っとはいぶち込んでドローンぶち込んで

音声のあれだ。あいやいや、じゃあいなくなってるあ、目開いてるやん。ありがとうってことあおう、ひょっこり話してる。<laughs> まあよかったわ。で、どうすんだあの、あれか、あの、俺がナブナブに襲われた場所に戻るんか。ん、じゃあごめんごめん。 とにかく、オーディオディスクを手に取って、水上テスセクターに戻り、ラウンジの大きなスピーカーを再生してください。なるほど。あそこに、一番最初の場所に戻るってことか。いや、じゃ違じゃ水上セクターだから、そんな、あ襲われた場所に戻るんだ。音声、なんたら、こうたらや。ここだよな。で、オーディオ、なんたら、どうたら、こうたら言ってたね。 こう、入ったら死ぬんだろうな。はははは。入ったら死ぬんだろうな。え、ね、俺か。来い。来るな、来い。おー、なんか来たなんか来た、なんか来た。え何してんの おおおおナブナブとナブダリーナ。双子とかじゃなくて、これ、全く別な。おお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 ,お。何あ一緒に行こうって。ついに彼はもう惨めではなくなった。おぉ、惨めではないやろうな。彼らはもともとミュータントのメンバーではなかった。課金に当てはまるものでした。

どうやら窓から離れてください。ん何をするんでっかどうやら窓から離れてください。死に来るわけではないもんなうん戻るのかあ、なんか落ちてる。 はははこれ、ナブナブつけてたやつちゃうん違うんあ、あれ止まった。止まったよ。おおこいつ俺の好きなやつ。なんだっけ、こいつ。ティングだっけあなたはここで歓迎されなくなってしまいました。私はあなたにオファーしたが、どうだろう。それを受け入れるのはずっと遅れている。 心配しないでまだあなたを排除したり集めたりはしません。私は無駄を決して許さない。心配しないでまだあなたを。昔の友人は私よりもずっとあなたを必要としています。彼らも心の平和や道を歩んでいます。私はすでに私の願望と究極の精神の洗礼を進めるために十分すぎるほどの主題を持っています。 あなた目的地まで移動させる間少しだけお気に入りしてくつあははは。<laughs> まーた眠らされんのね。眠れ、眠れよー。なんじゃこりゃー。なにこれー。バンバンがいてー。なんだこの可愛いの。あ、もう嫁もうあが、もう、だ、なんかもう、だんだもう、な、か勝手に翻訳しといてくれ。ははははおいおい、ラブラブ、ついてきてるんや 乗せたれよ、かわいそうに、お前。なんだ、あんな <laughs>、そう、寂しいってな、あ <laughs>、これさ叫んでたな。ちょっと、お、ナイス。ああ、はい。ちょっと、ナブナムがあまりにもかわい、かわいそうすぎるんやけど。なに、なんか、やる気出せば、こいつだってこんなにちっちゃくできるってことこの、特に、この、特に、このクラゲ。 あ,あお前が運転してるのずそは左、左だもんな。オピラバード。こいつ知らんねやんな。何匹もいたやつかな。こんなちっちゃくなかったぞ。誰がだ、どうし、<laughs> ちょ、待って、叫ぶのやめてくんね。オピラバードの叫びはもうなんか、ワンを思い出すね。何回もあそこで捕まったから。キャプテンあ、キャプテンコロコか。 かわいいじゃん。俺の答えはああ、もうちょっともう読めや。<laughs> <laughs> はい。うん。それはどうしたうん。クラゲは信用していきますそうですよね、オピラさん。クラゲは信用してはいけない な、事故ってんだなそりゃお前。運転手じゃこっち見てなあかんへんで。クラゲは信用していきませんって言ってたよ。バンバンか。うわまたこれかよ。ここに行くわけじゃないのか。んクラゲ視点だ。時たまなるこのクラゲ視点と一体何なんだ クラゲ多分大きくなれたりちっちゃくなれたりできんのかなもしかして。この子み、ん、なにあ、これあれだ。ここ開いてオピラバードに襲われそうになって、で、なんかどっかの扉開いてキャッシーの授業を受けるんだ。なるほど。うーわ。あれさっきのやつってあれじゃないのくらあ、電気つく はい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 あ押すのかなおうあごめんさっきは右へ目させられんのかなおおついたオッケー順調よくなんだこれ 綺麗な黄緑色やな。なんかあの、こ、この子はこれでばっかさせられるんだよな。落ちちゃ死ぬよね、これ。ちなみに落ちちゃどうなのうわーい。あ。死ぬわけじゃないんだ。ははは。死ぬわけじゃないんだ。じゃバカみてえじゃん。ははは。 死んだかと思ったのに。お、これをやるって。あはははは。動いていくやつあるってことか。この辺。あ、違うな。タイミングいるよ。起きた。えー、っと、この辺。あ、違うか。この辺。よい。緑になってるやつはいいから。よーあん。あ、こっちでやればいいや。 ケイヤ天才がこれでクリアあツーランド目あるって。ま、あスリーランドまであるってことやあ、なるほど。どん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 速くなっていくのか。オッケーオッケー。じゃあな。このタイミング、この、え、じゃあ、もう少し。いや、もうここ、ええー、と、このタイミング。違うんかいあ、すいません、すいません、すいま 来た来たいや、お前やった。待て待て、えーっと。次、来るやつが、やってない。よし。で、次来るやつやってない。来たなぁ。天才かこなしたよね。ッケーただ恐ろしく早いってことか。あのさぁ、ブリク行いけんの

4分の4だったから。でもこれが4分の1になると、当たらねえ。<laughs> 当たらねえ。<laughs> じゃあこっち、こっちでやろう。こっちでやろう。うー行けんのがいい。<laughs> この速さ行けんのがいい。<laughs> もう適当にやるしかないよね。なんか狙い撃ちできないよね、あんなもん。適当に撃っててもなんか、大丈夫だったっぽいから。 よかったわあ、間違えたなん。なんかもうコンフィグみたいな。GV、GV ね。あー、まンた。夢の中終わり。<laughs> 現実に戻るって感じか。夢の中はわかるけど、その。ああキャッシーだ。やっと目が覚めたんだね。私は本当に退屈していたし、あそこにいる男はあまり離さない。 それにここは怖い。あの大きな緑に男が男私たちの様子をずっとチェックしている。私たちは人形だと思っているみたい。それをうまく利用して逃げ出せるかもしれない。彼は私たちが生きていることを知らない。部屋の中で何かを動かしたり変えたりするたびに彼がまた私たちの様子を確認する前にどうたらこうと。こうすれば彼は何も疑わず少しずつ逃げることができる。言い換えれば彼の視点から見ると部屋は変わらないままでなければならない。 彼が近づくとライトの色が変わるので、ライトが変わったら椅子に戻ってください。どこから始めたらいいのかわからないので試してみてください。どういうこと <laughs> カチカチ言っとんな。緑の巨人がいるやろなんや言うてんね。こいつ <laughs>。くらえたんかなラブナリーナだけがなんか戻ってきてたもんな こいつは三色いな、こいつって。超秘密のジャンボ、ジュッシュラウンジ。あなたは参加するのに十分なほどのクルーですかこいつって緑だけじゃないんだ。この色もいるってこと三兄弟ってことお、なんか、こっち見てたのに、急にこれ。なにこれこれ何壊すインクビ 緩やかに戻っていくならいいんだけどさ。これ、これ何なんなあ、閉められたりすんのか。ウェイって死んだ。閉めちゃったよ、これ。あ、開けちゃうか。座んのはここかな座ったよ。人形だと思って言ってたもんな。 生きてると思ってないのでも俺とお前も、これ3回目ちゃうあ。緑のバケモンってこいつやもんな。あ。あー。毎回シッターン言ってくるのちょ、ちょ、ちょ、ちょ。それ怖いからやめてくんねこれ。これ怖いからやめてよ。多分これ、あの、閉めてる場所とかも、ちゃんとしとかなあかんってことか。 これ動かせませんよ、みたいな感じ。なるほど。これはおーあー、これ。え、これも順番覚えとかなあかんのかなちょ、ちょ、ちょ、ちょっと待って。もうな、何がないんやら。一体、開けてみるか。 なんか飛び越えないといけないってことやな。つまり。閉めとく一旦ちょっと一旦見物しよう。あーなんかオレンジ色のやつがあるんだよな。ちなみに開けたままどうやっとくかちょっと見とこうぜ。座るけどここ開けとくみたいな。そしたらどうなるのか。一応それを確認しよう。どういうことが起きるのか。 誰が動いたんだっつってどうなってくるってことそんなんこいつ覚えてんの no, ああ、なんかダメっぽい。<laughs> なんかダメっぽいな。ああさあ、ということで、えー、やっていこうか、続きね。<laughs> あの、実はね、あれからちょっと、えー、数時間かか、えー、経ちまして。まあ、とある理由でちょっとね、 えーと、空いてしまったんですが、続きやっていきます。はい。まあ、動画的にはね、<laughs> ま<あ>、その <laughs>、数秒だと思うんですけども。はい、ということでやっていきましょうか。俺からするともう昨日の話なんだけど、なんだっけなんだっけなんか、緑の化け物が、俺たちのこと人形だと思って死んでるみたいな風に思ってんだっけで、動いてるとか、なんか場所が、なんかこう、この、この位置、このものの位置とかを変えると、 奴に連れ去られるかなんか、奴にボコられるのかちょっとよくわかんないんですけども。やっていきましょう。何をすればいいのかわかんない。まず、まあ、左からね、左から左の扉は開いてて、2番目と3番目は閉じてる。これを間違えると、怒られるんですよね。あ、来た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 。はい。こうやってね、キャッシーが教えてくれるんで、大丈夫っすね。はい。で、ナブナブ。ナブナブ。ナブナブね。 ナブナブなんかね、なんかちょっと、とある、とある人物と、とある人とちょっと、こう、話してたんですけど、俺ね、振られたと思ってたんよね。でも、どうやらね、なんかそういうあれじゃないあれもあるらしいんですよ。あの緑の化け物に急にここに、えー、連れてこられて、せっかくの、この、何、楽しい、まあ、一人ぼっちの時間が、なくなったな、なくなったかと思ったら、つここに急に連れ去られたから、 これでしょんぼりしてるみたいな話やし、そういう見方も確かにできるよなぁ。せっかくだってあの、ナブナリーラと友達の、のん <laughs> なんか手紙あるこれ。これ知らんだなぁ。これ前回見やんかったなぁ。ちょっと、翻訳する時間あるこれ。<laughs> 翻訳する時間ある。 最初に大きな音がして、次に大きな埋めき声が聞こえ、そして部屋の外までまだ聞こえる、聞こえる、終わりのない叫び声が聞こえました。これを読んでいるあなたはちょうどいいタイミングでこれを読んでいてとても幸運だと思ってください。私の同僚が犯した同じ間違いをしないでください。あの者が窓からあなたを見ているとき、い、一日でも動いてはいけません。立場は逆転し、私たちは彼らのルールに従ってプレイしてなければなりません。ん,にゃん,にゃん,にゃん、ん、ん。 ああ。これ読むだけで、もうこれ、ど、どん、どんなんよ、どんなマジで。これ動かんほうがええんだよな。もうこの時自体も動かんほうがええんだもんな。緑の化け物。手紙がなくなってたとかっていうのは、さすがに見えないよな。大丈夫 ?OK。 キャッシーもね、前回連れ去られたもんね、あの緑の化け物に。それにあいつの遊びに付き合わされてるって感じか。これ、こっから順番にやればいいんだよね。まずこっから取らないといけないんだよ、これ。あ、来た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 。えー、っと、これは入場できるほどクールでしたよ。んこれ、この、このオレンジのは相手から見えてないから、あじゃ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 違う違くて、これ多分順番、こういうことやん、ね、多分な。 まず何を吸えばいいのやら。あ、置けるってことか。あ、吸えるってことね。オッケーオッケー。それを理解できればいいんだ。でも簡単な場所からやっていく。多分こことかが一番簡単じゃん。あそこのやつ取ってみたいな。どん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 やっていくってことか。ちょっとそれを理解する、というか、それをどうするかやな。ちょっともう一回座ることになるかもしれない、これ。あががががががあいつ来る。 これ、どれぐらいの時間なのマジで。1分もないでしょ、これ。1分もしないうちにこいつ作るよね。でまず、あそこの壁、ちゃんと、その色で埋まってるかっていう、心配 <laughs> なんでこんな変な遊びのは付き合わされてるのね。え、なにあの色が変わってたか、まさか。うわー あーこの色えー、こういうことかこ,こんな感じだっけなんか違うような気がすんな <laughs> 違う気がすんなでも一回ちょっと試してみるかほい あー、これ三段目に置くって感じだな。三段目ってか四、四、四個目か。これ普通にいけ、るな。まあ、一回試しにな。ちょ、あー、定位置じゃないと取れないみたいな感じかな。よしよしよし、k o 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 ここ、やべえ、さっきもう全然もう瞬で忘れるんだけど、これ。多分違うよね。 なんかあの、灰色と赤色、灰色で赤色で緑で黄色だった気がするんだよな。違うな、あれもんな。多分終わったと思うんだけど、あそこの色一生覚えられないんだけど、なんで一生覚えられないんだろう。多分ダメだよキャッシーが多分、え、な、な、ちょいちょいちょいほら言ってくるの、ほらな。な教えてくれよ、じゃあさ、その時にさ、色が違うわってさ、ははは。 そうだよな。えっ、ー、と、まず横で覚えるか。えー、灰色緑。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 赤、黄。これで OK! これで OK! これでも間違いない。よし。このオレンジのやつ、あー、ちょっと待って。一段、ここに置かないといけない。ちょっともうパパパパッとやっておかんと。これ結構助走つけるんでも大丈夫やから。 これだから、オレンジのやつは別に戻さんでもええんだよね。多分よし、これで完遂して、今度はここだ。ここはね、開けとかなあかんねんな。あかんねんな。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。あ、だんだん、どん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  3, 3連チャンあるの3連チャン。オッケー。ここは最後なんだよ。ここは最後。もちろん、これも飛ばす。 <laughs> こ,こ,ここはもう何回も見る必要ない。これさ、間違えたらさ、最初っからなんけなぁ。どうなんだろう。えぇ、ー、横でジャンプっていけんのかなぁ。こういう。あー、こういうことか。ここからジャンプして、で、ここジャンプ。うわぁ、と、と、女装いるこれ。 あ、来た。来てんねえ、来てん、来てん。よし。で、とって、とって、とって、来たー。で、なに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 はい、なになに言うてんのなに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 すんのこれなにこれ ?X、ニコちゃんは、なにこれインフィニティもう意味わからん、この数式。 そんなことしょるばいちゃうねん俺はふざけやがあってえー、っとあ、ジャマーしわないとはいオッケー大丈夫オッケー扉閉めてやるよしかも一瞬の出来事だったからさ 私の素晴らしい方程式を私たちを台無しにしてしまったかもしれないと思うよ。いや、ふざけてんな、それな。何それ。あ、やっぱ最初っかになるんだ、これ。やだなぁ、それ。あー、黒板書いてあったからっていうことか。えーっと、えー、あれ、こんなんだっけ <laughs> いや、違うな緑、緑隣や これで、こうやな。オ、OK、ッうーわー、最初っからなるんだ。ここはね、助走なしでいけんねんな。お、ちょっと何回やんねんこれ、これ。俺 <laughs>。あのキャッシーのせいでさ、なんか変なん書かれて、なんか変なん書いてるし、こいつ。ふざけやがって。ちょ、一旦、あれだな、待機やな、これ。これで、ちこれ。 ちょここ,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 このここここの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 ,この区画がこいつの首、首、首、首首折ったるわ。オッケー。じゃあ、ここやっちゃうか。ここは、ここと、ここやな。よし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 。オッケー。え、ね、ちょ、ああ、助走つけすぎた。助走つけすぎた。ここは別に助走つけんくてもいい、ね。 ここはちょっとつけた方がいいか。よし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 。オレンジのこいつは使おう、使う、使えるからな。ね、hey, ええー、い、なんじゃら、ね、なんじゃら、ね。いやー、この方程式を解くの手伝ってくれよって言ってるわ。何や、そのちょっと意味わからん方程式。もう、ちょっと待って。えー、っと、閉じて。お、消さなあかんのじゃないの。あ、なんか、触れるわ。あ、あ、OK。 OK! そうですね。今、教育にとって最適な時期ではないのかもしれません。そりゃそうよ。お前分かってんじゃん、お前。<laughs> 動いちゃいけないって。動いちゃいけないってあれほど言われてるじゃん。ちなみに、緑のバケモン来た時にこれ動いたらあかんのかないや、動かん方がいいのか。せ、背にこう緑のバケモンいるとちょっと、怖いね。 来てんのか来てないのかわかんないからさ。オッケーオッケー次3個目よ。これな。多分ここに置くんかな。いや、ちゃうな。ここを置いて。いや、ここも置くかもしんないな。ちょっと一回試してみよう。で、あーこうか。で、うわ、ドロンちゃんいるね。 ドローンちゃんいるね。で。これでも。そんなでも。ドローンの位置とかもあれか戻さないといけないのか。あ、なんか、押さないといけないとこ見えてんなーこれ、ちょっと時間ねえわ。はは。時間ねぇ。えー、っと。なんか、あそこ、あそこのボタン押さないといけない。 だい。いち、にぃ。いえー、っと。やばい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 。ッケー、これでッケーね。ッケー、まず開ける、えー、開けるところからスタートする。これオレンジのやつ、こう、毎回どかさないといけないのめんどくさくない普通に考えて。 えーっと、ここに置く。ここに置い、んちょちょちょここに置いて。え取っちゃうんだよな。あ押すんか。なんか押すんだよな、これ多分な。押さんとはかんねんな、これな。

あ、ちょ、あそこ残しちゃってる。<laughs> あそこ残しちゃってる大丈夫。<laughs> 無理か。さすがに無理か。No! いや、無理だよな。まあ、あここのステージななんなんだろうね。やっぱり。 なんかボタン押さないといけないんだよな。もうドローンで、何箇所か所が押したんだけど、もうドローンはここに置いてても大丈夫なんだ。外のある、中まであいつ見えないから、この位置なんかなやっぱな。で、押せんのか、助走したら押せんのかもしんない。なんかいける気がすんだよな。なんかいける気がする。いける気がすんだよ。いける気がするー。 キャーンこの容量ってことか。多分ね。あ、ガン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 、違う違う違う。多分ね、中にあるオレンジのブ,ブロックは残しといても大丈夫だと思うんだ。この状態で、だってドローンここに置いといても、なんも、なんも言われやんかったから。一旦戻ろう。<laughs> 一旦戻ろう。<laughs> 一旦戻ろう。こう回収すんの忘れるから。うん。オッケーオッケーオッケー。やっぱ、中にあるブロックまではさすがにわかんないから。 この場所だけの異変だな。ってことは、この、外にあるブロックと、扉を閉めるだけで終わるね。いやー、ちょ、ここむずいぞ。<laughs> 穴がちっちゃいからよ。いきな、くっそ。ここ、ちょ、ちょ、ちょ、ここ何章かもしんない、俺の。 ここ、ここやな。バっばっっちょ、待て待て待て。難所来た難所。超、あにゃん助走はたいてなかったか。せめてここだけ押したい。なんかいけそうだったなぁ。ロカ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 カロ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  オッケー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 きたー来たいや難所すぎるやろここオッケーでここやで来るかな先生がな先生だよ緑の巨人ね多分ここ開くんでしょここでカードキーゲッチュしてオッケー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 えっと閉じろか で、これ多分そこをすんだよな、エンドトレーニングってやつ。びっくりしたお前、顔、顔。押してみるどうでこあ、開いたわ。くら、ここか。あ、お前も出てくんだ。オッケーオッケー。難所突破した。トゥー、トゥー、緑の巨人。あ、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 あ。 小さい種し,したやつだね。キャプテン組ってことだよね、多分ね。ス、トゥー、なにこれ。あんまよそにしない方がいい。カンガルーね。で、バンバン、バンバンとカンガルーの部屋に繋がるってことだよね。で、ここはキャッシーの部屋か。あー。あ、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 カセットテープ。これ後で、なんか見れるときに見ようか。これで結構なんか真相に、わー 最初の、あ、クレヨン地帯だ、これ。ここに繋がるんだ。ええー、別にあの通路を渡る必要ないんだね。あえー、あの、上に行っちゃった。<laughs> まずテープ見よっか。拾ったテープね。久しぶりだな、ここ来んの。 あなんだこれ人間みたいな色ね。これはこれキャッシーか白色だよなんだこれこの場所ではないよな。何だったんだあれ。謎の映像だったね。えーっと、どこだ もう行ってない場所ってなるとここだけなんですよね。ここが確か正面だったような気がする、こっから。こっから正面だったような気がするから行ってみるか。そこにヒントがあるかもしれない。ちょっと行ってみよう。で行けるあ、動いてんな。オッケー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 。ここ正面でね、行けなかったんですけど、行けるようになってんのかなあ、行けるようになってるわ。オッケーオッケーオッケー,ッケー。新たな場所に到着したぜ。 わ,わわ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 わなんか噂には聞いてたんだよね。この色の、オピラバード的なやつがいるってのは。まあ、ていうかまあ子供にこの色がいたからまあそうなんだろうなとは思ってたけど。<laughs> やっぱあの、オスコ体的なやつがいるんだいいね。なんていう名前なの君は。タルタバードが語るあなたの愛する人を守ってください。彼らも同じようにあなたを愛しています。という話です。 なんか襲われそうだなぁ。また来たわ、これ。ケース13。え、ケース番号13だよな、ね、これな。なんか俺、翻訳すると10、10、10、15になってるんだけど。ヒト、シバニウム。今日は、ケース13がヒトゲノム提供者にえ紹介された最初の日であり、結果は予想通りではありませんでした。え、ケース6と7の暴露日に起こったこと、その結果、 ケースは完全に崩壊したとは明らかに対照的に、ケース13はいつもの落ち着いた態度で元のゲノム提供者にそれが何であるかを認識していることを保証しました。これは全身続く説明のつかない激しい痛みなど、ケース6が自分たちの体について述べたのと同じ出来事を述べていること。また、体の成長や多数の大きな生脈の存在など、 類似した身体的特徴を共有しているにもかかわらずです。私たちはこの知的かつ、予想不可能え、不可能な事例を、えケースを、顧客に提供するえ、提示することのリスクに関する経営陣の決定を待っています。バンバン幼稚園。まあ、要は、こいつらを作っていく過程でどうのこうのっていう話だよな。ようわからんけども。 よくわからんが、ドローンカスタマイズズゾーンめっちゃあるな。ここはあ、チビちゃんいる。チビちゃんいるけど、かわいいチビちゃん。チビちゃんいるけど、チビちゃんまだか。チビちゃんいるってか、チビちゃんなんでチビちゃんいるんねん。待機してんちゃうやろな。 ねえ。あ、<laughs> なんか <laughs>、なんかいるわ。お前がタルタバードかタルタバードっぽい。これはこれなんかまだ、まだ、まだっぽいけどな上に行ったら対面することになるんじゃ、これ。明らかにそうだよな。失礼しまーす。 閉じるわけではないか。まあ、あれは後にしよっか。これは何足し算あ、それに揃えろってことか、これ。だから、玉1個の場合は1なんだよな。玉が2個の場合は2。だから、ここだ。1、玉が2個の場合は2か。で、このオピラバードは、えー、3-1か。だから3なんだ。 3だから3たす1で4か。3たす1で4だね。4。うん、で、3ひく1で2か。これで合ってるよな。うん。で、向こうの場合は、えー、タルタバードは2だから4か。2たす2で4。2ひく1で1。2たす1で3。 えっと、えー、っと、オピラバードは3だよな。オピラバードは3だ。え、違うマジでうーって。え、1たす1、え、これは1だよな。卵は1だよな。卵は1。1たす1、2でしょ。え、3たす1じゃねえの、これ。3ひく1だよな。じゃあ、あ、違う、あそか あ、間違えてた。こいつが2だから、4なのか。オピラバード4だわ。4だわ、4。4、だからこ、ここ、ここが間違っとったんや。5や。あ、てか、もう、そ、そもそもオピラバードのあれが3だと思ってたから違うんだ、全部。で、3か。4-1だから。4-1。で、えーっと、4か。4、4、4。4、4 4 2-1だが1だよな。えー、2足すかが3で、お前は4だ。来てんねえかわいいだけどね、あそこにね。あ、な、なんだこいつ。な、な、なんか出てきた。なにこれ。だから新しい。新しい絵来たな。お前はなんていう名前なんだ。 カボブマン氏が語る。私とは違ってどんな犠牲を払っても自分らしくいてください。何それカブマン。カブ、カブ、カブ、おマン氏。えー、っと、操作するなんかがないって。衣装を脱いでい、えー、移動してはいけない。衣装を脱いで移動してはいけない。もうなんか、 何これもう段階踏ませんの <laughs>。なんか現れそうで怖えじゃん。あ、なんかあるわ。あ、まだケース13の話や。じゃあ、ケース13の話。えケース13の実施テストが開始され、非常に有望であると考えられています。ケース13は流暢に話すこともできます。偶発的な刺激を無視すれば、これまでのケースで観測、えー、観察された原始的な本能と不当な敵を、 抱く傾向はケース13では全く見られないようです。しかしケース13が挑発されたり、質問に回答がなかったりすると攻撃性が現れることがあります。ケース13は自身の驚異的な体力を完全に認識しているにもかかわらず、攻撃性がカードの暴力や死亡を伴うことはありませんでした。現在のテストでは、えー、刺さずに握手するなど、基本的な人間のエチケットをケース13に教えています。 次のテスト段階ではケース13にそのミッションを知らせます。好調していくとケース13もケース12、G と同じように来たる友達を連れてくる日に向けて準備が整うはずです。このケース13中のが一体誰の話をしとんのかもわからんよね。攻撃性がどうのこうのって言ってるから、バンバンとかの話なのかな違うかなで、これ、なんなんこの段階踏ませんのマジで。この扉のやつ何マジで 何が待ち構えてんだよ。ああなんかミニゲームさせられんのこれ。<laughs> 何これなんだなんだうわ、閉じ、う何、ん、何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 ,何、何、うー <laughs> なんか現れた。亀なのか、隠れようんなのか。何 あ、ああ、あれあれ、えねえ、な、な、こっからかい。下の化け物だ、下の化け物。こっちに飛び移れってことか。うわー、やべえ。下がでかすぎ。で、なんか、下じゃない方の、な亀の方の顔がすごい怖え。あんにんいや、待って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 。隠れレオンの攻撃が来るから、とりあえずこっちに逃げて。なんかでも、 これドローンをこれ使う場所あるんよね。弾はどうやって避ける早いよ、あいつ。下の攻撃してくる下の攻撃は、あれか。にゃんちょっと待って、弾避けるのは難所すぎるな。なかなか、ちょっとここに行ってみようか、ここに。 下のバケモン。で、玉は直接こっちに狙ってくるから、あいつがあれしたときに、こ、こ、ちュチュこれでいっか。オケオケオケなんか避けれた何それ、ああ向こうボ、なんかボタン押せるようになってる。下、下のバケモンが、あーんでっけえ下しとんな、ほんまに。 ね、別にここにと、滞在する必要ねえんだよあかん下来る危ねえあ、ここになってる。で、ドローン召喚して、あいつ多分口、口のペーってするやろ。だからこうやって移動する。適当に、適当に、適当に。オッケー、適当に。あ来たこれだ弾。弾の補充。で、下、ベロロンペーってさせないといけないから、 でもこう適当に動く。適当に動く。適当に動く。動くうわうわ破裂しやがった。一旦こっち来て。で、飛び。にゃんあちょ、ちょ、奇跡的な場所に来てしまうた。これ、ど、ど、どうするどうするこれ。うん、無理やね。これ、絶対ね。う、うわっいや、思ったよりこの下が出てくるのが早いんで、 これ赤くなってるところランダムか。3箇所あるんで、適当に。にゃん。あそこだ。一番むずいとこっちゃう、これ。あいつ弾吐き出すやつが来たら、移動しよっか。ここでオッケーよしよし。下、ぺろーんしてくるやろ。下、ぺろーんしてくるから、一旦こっちに移動して。あ、押せてねえな。 押せてないね。下プロンしてくるやろ、また。真ん中にいると下プロンしてくんね。OK。あ、落とせてる、落とせてる。で爆弾拾うんわんとあかんのか。爆弾拾うためには、あの、口から入ってくるやつが、いろいろしてくる必要があって。OK。して、下プロンくるから、あ、下プロン来ない。 下、プルン。玉、玉野郎、玉。お今度ここか。オッケー、ナイス。ここなら、たやすいな。ペロン、こいつ苦手だわ、俺、このペロンが。このペロンが苦手だから。とりあえず取、取りに、取りに行戻っ、下プ、下、プロン来るから。あこん時に、どうすんねん。うわ。 ほとんどん早いな。また下ペロン来い。下ペロン来るから。で思ったよりも。あここにああやっぱ爆薬でどうにかこうにかしようってことか。オッケーオッケーオッケー。あかんこれああしゅっねえそんな急に来るんだ。でボタン押せる場所は。今とこないあ、向こうになったわ。 ねこれ苦手なんよ、俺。うやん一個,個目ぶちかました。うわ、もうなんでこれ、もう。おっけ下の攻撃きた。一回目は成功。で、二回目だな。下、ペロン来るから一旦こっちに逃げて。で、二個目、どこや、二個目。 弾避けんの苦手だからな。うわこ、ここか。こうやって避けた方が早くないよーって。じゃで、下この攻撃もさせると。ほい。下の攻撃待つか。下の攻撃の方がまだ避け、避けやすいわ。OK。で、もう一回ちょっと、こっちにお邪魔しての、こっちにお邪魔しての、こうや。 で、もう一回ぶちかます。きたーで、三回目。何回で終わるなんかモヤモヤしてるよ。モヤモヤしてるよ。こ、こいつの攻撃避けやすいから、こっちでいてくれた方がいいな。OK。あ、今度そっちか。OK。 よし。この繰り返し行こう。こいつにしか攻撃させないっていう。どうこいつにしか攻撃させないっていう戦法と、賢いんじゃん。<laughs> <laughs> あー、行けたな。行けた行けた。だ、だ、だ大丈夫大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。次へ行く。次、次へ行く。次へ、次へ行く。 ほい。どうまだやるああちがー <laughs> な、なに、えー、なになにえー、なに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 なんか、なんか知らん場所に来た。<laughs> おい、どうなってんねん、これ。あれ、クリアしたんか、俺。ちょ、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 もうちょい見に行こうぜ。<laughs> よかった、クリア扱いなっとって。あ、なんか向こうになんかあんのかなこっちに俺来んかったな、そういえば。落ちてったのか何なのかわかんないな。一部始終。ああこれをかぶせるってことか。あ、なんかあるな。カードキーもあるか。え、なにこれ カメレオンと亀の融合体みたいなさっきのやつで、で、顔のでっかいやつは、え前回が登場してるやつでしょで、あとはこの、緑半分、紫半分みたいな、なんか、仮面ライダーダブルみたいな <laughs>。それが届き、ロキショート的な感じなのかもしれないな。判例、判例みたいな感じでさ、<laughs> 半毒半草みたいな。 毒と草使いそうだからな。さあ、ケ、OK、ーこれを拾いや、あいつの最後見れんかったよな。<laughs> 俺が死んだから。どうなってたのあれ。爆弾3わ、三食わして、どうな、どうなったのあれ。でもよかった。クリア扱いして。でもさっきの戦法よかったね。もしよかったらね、あの、悩んでる方はね、 さっきの戦法使ってみてください。弾避けんのが苦手って言う方は、下を避けた方が多分、早いと思う。なるほど。これを取ってこいつに装着させるってことか。あ、ほんとだ。あ、これで動くってことンンはあ、はあ、トインツショーンなんたらこうたらどうだら。なに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 

ここに連れてきて何ちょっとこれ、これだけ確認するか。廃棄してんだよな、あいつな。ははは、タルタバードかな。説明読みよっか。巨大な怒った鳥を飼い直す方法。高所に到達する。ジャンプして対象の背中に着地する。空中でやりとりする。うん。チビちゃんはあれだよな。 鳥だよな。ここにいるんだよな。ああ。あ、ここれはなん、これ。<laughs> こいつは何なのこれ連れてくる意味あんのうわ、見てるわ。ああ こいつを限界まで持ってくんかなあのピーちゃんに触れようとした瞬間にあいつは降ってくるからな。だからわ、罠なんだよな。罠だから。ここかなここまでが限界だな。で、鳴らすんかあ。あ、なるほど。動くから、このピーちゃんを取るってことか。 いいちゃん取れる。いいちゃん取れる。もう怖いわ。<laughs> あ、閉まってる。ちょっ、取ったよ。あれいないなくなってる。い、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 ないその。 ちさこれめんどくせえんだけど、これ <laughs>。あそこでミスるとさ、毎回ここに俺 <laughs>、あいつの帽子飛んで来ないといけないんだけどさ、そういう仕様なの。なんでここ毎回飛んで来ないといけないんだ。もうあれ、もうミスえんぞ、あれ <laughs>。ほんまに、ミスったら、ミスったら毎回これやんないといけないんだ。あいつに帽子かぶして、あの機械みたいなロボットをあそこまで連れていかないといけないっていう <laughs>。手間がかかんねん、これ。 やべえやべえ。これを毎回させられるのちょっと厳しいな。みんなそうなのかそれとも俺が変なところで神殿モーターからがこんなことになってる。ああこれ、これ楽だな。あこれ楽だ <laughs> これ。これ連れてってものよしよしよし。オッケーオッケー。あんまりーちゃんに近づくと タルタバードに襲われるから。いや、こいつをさせんのにも一苦労なんじゃ俺がいるからこれ。ダメなんか。オッケケーオッケーなんか言ってん今、今はそこの上の方にスタンバイしてんのに、音流した瞬間、あれなんだよな。いなくなんだよな。オッケーオッケ,ーオッケー。o k 怖くないよ。なんか言ってたね。 高い位置に、どうのこうの言うて。あまだそこにいるんだ。まだそこにいるんだ。音鳴らしてこの子が、あれしちゃうってことや。で、これは持った瞬間いなくなってんだよな。乗るんだな。乗るんだ乗るんだ。開くから乗るんだ。と,とっトップ乗ろう。 乗ろうどんどんむずいけど乗る乗る,乗る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 なあんオッケーオッケーオッケーほっえよし回収したで背中向けた時き E ボタンとか押してみるか,なだかただジャンプして乗ってるだけなんだよ俺 今、おー来た確かにコマンド出た。うわ、うわ、うわ、なに何や、何や、何や、あ、あ、そこから出てきたの、お前、いちいち。おおあ、あ、オラボードもいる。えな、な、なんな、これ。かわいい状況になってる。ちょっと、あの、客観、さ、第三視点でち、この状況見れないかな。<laughs> 第三視点で、この状況見れないかな。<laughs> あの、どういう状況なってんだ、これ、今。 俺このちっちゃいの抱えながらこのタルタバードに乗ってんだよね。ちょっと見てみたいよね。<laughs> まずは手を空にしましょう。空っていうのはこれ、確かここに出てるんだよね。あ、横から見るとすごいね。マジでなんか子供が作ったみたいな感じのデザインじゃないだって手あ、手跡とかのあるし。お、お、お、かわいい。 ちょこんって乗ってる、かわいい。あは、かわいい。そうだね、お母さんの背中の方がいいよな。で、俺、お父さんの背中乗ってな、ん、なんだこの状況。俺も鳥だったのか。なんか見上げてんだよな。出てくんのか。<Okay. S 1> オーケー来ちゃーちょ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 。 何があなたをそんな力強く前進させるのですかそれが親としての保護本能だな,などとは私は認めません。ああ、わかっています。誰かがあなたに偽りの希望を与えました。ずっと頭の中にあるのは一つのことだけなのに、あなたが望むものは約束したのです。うん、全然翻訳してくれんや。うん。そして私は気づいた。 誰かがあなたを導いていたに違いない。そして、ほとんどのことと同様に私は正しかった。あなたには助けがあった。You f r i あなたの友人は私に大いに助けてくれました。友人、誰や彼のおかげで私は非常に重要な情報を目撃することができました。じゃ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 じ あの読み取れ読み取れあちょっと読み取れ読み取れんからもう,うわな何えなに<何>えなに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 えなに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 あららららららら あはははははあは <ー S 2> <laughs> 始まる、え、これえ、なにあ、ホールドスロースロー。あ、これで進めて。あ、あ、なるほど。ピンクの時をオピラバードクに行かせるってことか。待つんだ、待つんだ。どうぞ、どうぞ、どうぞ。先に行ってください。ええへへ。 ああ。説明書いてあるもんな。左下。もうこの時点でもう減速しとけばいいんじゃう。ああ、我慢。これ青だから俺が行かないと。これ酔うぞ。こっからもうゆっくり行って、オピラバードにあの線を越えさせるんだ。俺が先に行っちゃいけん。来たよし。このままでいい、このままでいい。 あ、追ってきてる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 。追ってきてるけど、大丈夫。OK。クリアした。で、今度は俺が先行せなあかんねん。OK、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 OK, OK、OK。で、あんまり早すぎるのも良くないんだよな。この、オピラバードたちと一緒に行かないといけないから、あんまり俺が先行しすぎても良くない。OK。全然余裕、全然余裕。全然余裕。あいつ遅い。<laughs> あいつ遅い。 あいつ遅いから大丈夫。あいつ遅いから大丈夫。あいつ遅いから大丈夫。あいつ遅いから大,大丈夫。オッケーオッケーオッケー。これ、こいつ、ちょ、まじ、あ、そう、振動すんなよ。まあ、まあ、まあ、しゃ、しゃないんだけどさ。めっちゃ酔うぞ、これ。<laughs> あ、今度俺か。あ、か、どん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 感覚が短くなっていってんだ、これ。ピンクっぽいぞ、ピンクっぽいとピンクっぽいぞ、ピンクっぽいぞ。ピンクっぽいぞ。ピンクパンサーっぽいぞ。いけ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 で、今度俺か、今度俺か、今度俺か。 今度俺か今度俺かこの1000円超えるまではピンク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 ピンキピンキピいけピンキピンキいけピンキよしで今度俺どこ何をこれ何回やらせんねんこれあいつ追いついてない青俺も先行してオッケー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 来た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 キた来たキたキテ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 キンキキテ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 キキキテキ 追ってきた追ってきた追ってきたオッケーオッケーオッキー,ッケー,ッケー。ピンキー、またピンキーピンキー。こ、こ、この速度でいい、この速度でいい。この速度でいい。この速度でいい。オッケーオッケーオッケー。あ、執着っぽい。執着っぽい。来た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 。あ、あ、あ、なになにあ、どうしたえぇ凶暴性を増してバンバンだよな。君は逃げてもいいけど、君の肝臓の匂いはいつでも僕を君に引き寄せるんだ。おあああああああ あ、先生おい、逃げるぞみんな。大丈夫、オピラバード。あ、P ちゃん ?P ちゃんオピラバードあ、戦ってる。あ、戦ってる、戦ってる。体格差がさすがにありすぎるよな。バンバンの凶暴性が増したとはいえ。落ち着け、この野郎っつって。おおお出てきた。ストップ中。 なんじゃらやめろ、お前ら、みたいな。あ、あ、いたおい、ナイスえー、えー、ええー、ぇあータルターバードえ、どうしたおい、タルターバードがタルターバードが消えて。え、どうしたのあれ、どう、どうなったのあ、ピーちゃんだけ行くのえ、オピラバードはま、オピラバードお前、 この子俺に任せる気か一緒に来いよお前も。<laughs> さっさにこの子を守り通すことが俺にできるのかちょっとわかんねえぞ。結局何やってんあれ。王国を見つけてください。王国を見つけてください。ファンカーを見つけてください。えー、道化師に見つからないよ。道化師お前も一緒に行くのか。ドローン こんな時に泥の反応せん。かわいい。一緒に旅しようね。あ、こいつも顔を見く瞬間みたいなのあるんや、俺。これ。これこれ。これなんかね、コネダッシュとか聞いたんだけどね、ツーかね、こうやってし,し,し,し昇機降りてくじゃん。昇降機降りてく時に上見るとなんかいるらしいんだよね。カタツムリくんが。カタツムリちゃんか。 あ、終わったわ <laughs> センキューははは !thank you for playing たらどうたらこうたらってやつね。for, for, 続きはどうのこうのってやつね。wish, we, 何かんたらリストに入れてくださいみたいな。はい、ということで、ガーデンオブバンバン3ですね。ちょっとやらせていただきました。いや、楽しかったな、まあ、ちやっぱちょっと、俺はやっぱホラー苦手だから、びっくりする箇所めちゃくちゃあったんだけど、 でも、最後のあの、タルタバードの背中乗るやつ面白かったな。<laughs> あれは <laughs>、あれはおもろかったね。あとなんかピーちゃんこう、こうなんか P ちゃ P ちゃんだから、ピラバードの上に、あのちっこいのが乗,乗るっていうのがなんか可愛かったよね。で、最終的に一緒に旅することなんのかなええー、なんか絆が。でもあれ、6匹いたうちの1匹ってことなんだよね、多分ね。多分。 なんであそこにいたのかわかんないけど。<laughs> なんであそこに配置されていたのかがわかんないけど。はい。ということで今回ね、ここまでしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃ